両者がちょっと踏み合うような流れからミドルペースで4コーナーから直線です。4コーナー叩き切って7番の川野正義主導権か。坂本博之はここは3番手に車を下げて、9番の奥出健志郎は後方の6番手、1番曽我部は8番手、2コーナーからバックです。ホームで叩き切った7番の川野正義が主導権で、射程圏バック3番手から2番の坂本博之がまくってきました。坂本のまくりにマーク8番の細川隆夫、9番の奥出は6番手から内をついていきまして、現在は中段あたり。4コーナーから直線です。3番手からまくり切りました2番の坂本博之、坂本そして9番の奥出が外突っ込んでのゴールか。引いたらいいのか、これ突っ張った方がいいのか、はい、迷いながら行ってたんで、ちょっと中途半端でしたね、はい。まあ、形3番手、まあ、でも一歩間違えればずるずる引く可能性もあったんで、ちょっと危なかったです、はい。今回は、はい、急な追加のクリアになったと思うんですけど、特に調整はしなかったんですけど、はい、まあ別に思ったより足は大丈夫だったんで、はい、大丈夫です、はいはい。準決勝は結構壁になってるんで、なんとか頑張ります。応援よろしくお願いします。地元を盛り上げてください、はい、ありがとうございます。